アイナさんね。どう？素敵な島でしょ。いっぱい楽しんでってね。ワニです。鳥でしょ？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ということで、早速飛び立ちますか。今日もいい天気やね。お、冬。アテンションプリーズ。冬季は間もなく人狼島に到着いたします。座席の背もたれを元の位置に戻してシートベルトをしっかりとお締めください。現地の時刻は午前10時26分。天気は晴れ。気温はそれなりでございます。冬季は間もなく着水いたします。ウェルカムアイナさんって書いとった。ありがとう。ほら、やっぱり人狼ってあれなんや。狼のやつなんやね。ほら、ウェルカムエルさんって。ありがとう。めっちゃありがとう。嬉しい。超嬉しい。これプレゼント？あざます。なんやろ、中身。開ける。雪だるまの帽子？何それ？かわいい！かわいい！ありがとう。ハッピー。ってことで、ちょっと回っていきます、私。ほうほう、住民の写真が9枚あるので、9枚 ?10 人おるんよね、全員で。ってことは、あと1人で、完成するということですか？ぜひ探しながら。ふん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 。あ、なるほど。いろんなところに貼ってあるんよね。待ってみてくださいね。了解です。これ何の花？椿の花？かな？これは何て書いてあるんだろう？デプス？ごめん、ちょっと意味がいまいちわからないんだけど。あ、これ？写真。これじゃない？ですよね。4号の写真だ。ん？あ、写真に向かって A を押すと。4月14日生まれお羊座。好きな言葉は、ゲイは身を助く。いいっすね。そういう一言なのね。あ、ちなみに、あ、プロフィールが見れる、了解です。見たよ、早速。あ、ちなみにね、舞台鑑賞が趣味らしいんだけども、だからなんかそういう、舞台みたいな世界観を作ってるらしいです。ここは、あれよね、ヨンゴさんの家ってことよね。なるほど、なるほど。めっちゃピンクなんやね。超ピンクで、しかもなんかすごい頑丈な扉っていうのが。お、あ、なるほど、それぞれの住人の家の横に置いとるってこと。アポロ。誰か、あれは、ジャック。ノーアルタか、爪を隠す。なんかめっちゃおしゃれな家。いいな、この家。多分あれなんよね。この街並みに合わせて住人を呼び寄る人とかも多分おると思うよね。この家の外観みたいなのから。いいな。あ、ごめん、見えてなかった、君。あ、あれなんやね。ちゃんと息が白いんや。今初めて知ったんだけど。息、鼻息はじめまして。私、アリゲッティと申します。女の子なんやね。あまりお目かけしない方ですけど、よその島からいらっしゃったんですね。なるほど。アイナさんとおっしゃるんですか。人狼島に越しの際は、お気軽に声をかけてくださいね。ワニです。自己紹介、ワニ。セーラー服着てる？もしかして。ぽいね。あ、てか、目かわいい。なんかこういう感じのさ、木で囲まれた場所に池があるっていうのもなんかいい感じ。あ、こっち浜辺なんやね。うんうん。なんかみんなね、やっぱ島の形とかも違うけんね。面白い。ほら、やっぱりみんな息が白い。あ、かわいい。私前に見たやつはね、多分白かったと思うんやけど。え、なにこれ？これもなんか、ガラスみたいなのにできとるん？かわいいな、クマ。かわいいな。ここは、誰やっけ？じゃん！なんかあの、海賊っぽい感じのネズミね。好きな言葉、老鳥、雲を飼う。ほう。この、こういう、ああいうとこに書かれとる言葉は実際にある言葉ばっかり？ちょっといまいちわからんねえけど。ただ深いような気はする。スタッフオンリーやって入って大丈夫？
入って大丈夫ですか。スタッフ割りこっちってことよね。ダンボールが積まれている。あ、すごい。抜けたらそこには店がたくさん並んでいる。あ、ここがお家？お邪魔しましょう。あ、めっちゃ氷。すげえ、すごー。なんか壁にめっちゃいっぱい。ほら。やば。やっぱね、なんか中途半端に飾っとってもあれやけど、こんだけ壁にぎっしりあったらさ、なんかかっこいいよね。めっちゃかっこいいよね。お、なぜ腐った株が。なぜ腐った株がこんなところに。はい、それじゃあ左の部屋へ。あ、こっちは雪。へえ、なんかこういうさ、動く壁紙面白いよね。え、すごい、こういう壁紙もあるんや。めっちゃいいやん。え、この壁紙なんか綺麗。ね、いいね。で、ちゃんとほら、足元もね、足跡がつくよ。雪の上に。これ多分、スキーで滑ってきた後やろ。このシャッてなっとるやつ。スキーやったことないんよね。はい、そして、奥の部屋へ。家の中も全体的に冬なんかな。あ、奥は違った。いいね、ポスター。ん？上までは見えない。多分上にもあのね、4枚ほど飾られているはず。なんかね、この、なんやろ。なんてことない背景で映っとることを、なんか景色で映っとることを、分かれるよね。なんなんやろ。そのキャラによるんかな。スジャックはかっこいいな。か、アポロかっこよくない？めっちゃかっこよくない？夕日に映えてるね。はい、そして右側の部屋へ。え、すごー。こんなのがあるんや。え、すごいね。なんかその、雪とか氷系だけでもこんだけあるんやね。でもって、ちゃんとこれね、ほら。周りはパチャパチャ言うんや、水。で、真ん中はこのザクザク言って足跡もつくし。え、すごー。へぇー。微妙に立体的な感じなんかな。すごいね。雪と氷だけでもこんだけ。楽しいな。え、楽しいな、壁紙。いいね。こんだけ集めたいわ。ちょ、待って。はい、そして2階へ。2階、これ何？何なんやろう。すごいなんかまだら模様なんやけど。あ！貝とかがあるね。マーメイド系？これ岩場ってことかな？へぇー。じゃ、ここもまあ、水に関する感じ。多分今壁紙を集めよるところなんやろうな。あ、スタッフオンリーって書いとったのはあの段ボールが置いてあった場所のことかな。ん？こっちはもしかしてさっき来たところ？ほう。ぽいね。戻ってきたね。なるほど、繋がったんやね、こっちに。ふんふんふん。まあ、ここに多分小道具とか置いとんやろ。段ボールとかが置いてあったところに。あ、ここに博物館が。外側に全部置いとる感じなんやね。お店とか。あ、めっちゃ綺麗に並べるやん、花。今これもやって駅寄る途中なんかな。あ、どうも。これ柵越しには話しかけれないよね。あ、すごい。え、これは日にちが経ったってことかな。あ、やっぱあつ森でもあるんやね。めっちゃ溶けよる。超溶けよるやん。なるほど、そういう段階がちゃんとあるのね。ふんふんふん。通路。やっぱこのあつ森でもまた雪だるま、ルーレットみたいなのあるってことよね。ほら、またこうやって、間に段ボールが。スタッフオンリー。もしやここは抜けれないところ。抜けれなかった。何ここ、アンチョビがやってくるの？え？
もうすでに写真を確保しているの。どういうことなんだろうか。ふう、危ねえ。あれ、いつの間に出てきたの？あなた、初めましての方ね。あ、この島に遊びに来たの。私は忍ぶ、よろしくね。あなたは、なんかすごい角度やね。アイナさんね。どう？素敵な島でしょ。いっぱい楽しんでってね。ワニです。鳥でしょ？君はワニではないよ。あれなんかな？ああいう大きい鳥系の女の子っていうのは、ちょ、しずしずとした和風な子が多いの？あ、上にも行けるなんか。七夕の笹が結構なんか飾られてあるね。みんないっぱい買っとんかな？私一本しか買ってないや。ん？これは誰？バッカス。何あれ？スチームって書いとん。好きな言葉は、誠実であれば最も遠くまで行く。何が？どういうこと？なんか名前のネタになっとる人ってことかな？バッカスが誰かちょっとよくわからんねんけど。ステラ。これはどういうことなんやろ？スチーム？霧？ステラはなんか雷的な感じですか？なんかそういうのが表現されてる。もしかしてそういう舞台の名前かな？私舞台を見に行かんけんさ、よくわからんねよね。なんか小さい頃に時代劇っぽい感じの舞台を見に行きよったけど。アンチョビ。好きな言葉は、明日できることは今日しない。しようよ。今日もできるんだよ。あ、すごい、こんなところに。こんなところに滝？すご。急激な。みんななんか滝の使い方面白いよね。私はもうなんか景色に溶け込ませることしか考えてないけど。なんていうん、インテリアの一部的な感じで使うんよね。結構。お、これは？パトラ。クレオパトラのことかな。好きな言葉は、絶世の美女。あ、そうやね、きっと。クレオパトラやね。アリクイかな。なんかそんな感じ。ねえ、こういう感じの滝の作り方がね、すごいよね。みんなよく思いつくなと思うんだけども。なんかさっきカバー歩いてなかった？どこからたどり着けるのだろうか。こっちか。お、フラッグ、旗だ。フラッグ、旗だ。多分そういう舞台の名前なんやろうね、きっと。お、怒りが。ここに、これから段差ができるっていうことか。段差。階段か。普通に坂道か。こんな感じ。ビレッジ。村だ、村。これは誰？あ、これさっきの、アリゲッティやない。好きな言葉は、和をもって尊しとなす。アリゲッティ君和だったのか。え、てかめっちゃ可愛い。なんかハートマークついとんやけど。アリゲッティあれなんやね。鼻の上にもハートマークがあるんや。へぇー。村の一部に、トタケケがいたわ。どうも。今急いで引き出したやん。さっきまで引いてなかったのに。全然引いてなかったのに。ここもビレッジの一部なんかな。そう、そうなのかしら。そうなのかしら。行ってない場所は。あ、すごいね。きっちり綺麗に上の方に並んどんやね、商店。この4箇所に分かれてるってことかな。ん？ 6 箇所に分かれとんかな。あ、6箇所っぽいね。待って、ここのテーマ何やった？多分、このあたりに。そうよ、デプス分からんかったんよね。待って、私全部見つけれた？ 1 で？ま、多分なんか、海がメインってことかな、舞台。人魚姫的な感じ？か？そしてここに2つ目。3つ目。んで？ 5
ココビレッジなんよね。まあ、冬がメインの舞台ばっかりなんかな。で、これが4つ目。んで、こっちは違ったぜ。フラッグ。ここ来てないんじゃない？ディスミス。なんやろそれ。これ5つ目？命やん、命。なんか音楽系かな。好きな言葉は、自給自足。自給自足？畑とかか？うん、音楽系っぽいね、ここは。申し訳ないことに、一個もわからんけど、あれで6つ目かな。舞台鑑賞が趣味ってなんかいいね。めっちゃオシャレやね。全然そんな、まだね、映画鑑賞とかならあれないけど、舞台を見に行くっていうのは全くないな。これで6見つけれたんかな。で、ってことはあと3つかな。あと3つ、これで 7？ あと2つ。あれよね、写真、外に置いとるってことよね。ステーラ。これで8。あと1個。あと1個で合ってます？あと1個で合ってます？なんかね、話しながら生きよったらね、若干ちょっと、数が、わからなくなりがちなんですが。一瞬あったかと思った。木だったわ。こんな感じかな。でもなんかこの島全体で、ね、その舞台を表してるっていうのは、すごいよね、それぞれで。ないな。もう全部見つけたんかな、私。ちょ、待って、こっち側もう一回。あ、そっか、こっちあれやん、アンチョビのところやんね。見つけたのか？とりあえず私が把握した感じでは8だったような気が。違うかもしれんけど。違うかもしれんけど。なんかここの雰囲気めっちゃ好きなんやけど、わかる？この階段も込みでね。階段も込みのこの感じ。なんかめっちゃ好きなんやけど。どう？見つけれたのかしら。見つけたような、見つけていないような。ちょっとすごいふわっとした感じやけど。これめっちゃ綺麗やね。これは椿であったのかな？でも椿こんな感じよね。なんか現実でも一番よく見る感じだと思うけど。生垣。ほい、ということで、じゃあ今回は、なんか、思ったより遠かったな、出口。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれやね、私もちょっと、舞台にもちょっと目を向けてみるか。ミュージカルとかやったら、入っていきやすいかな。入っていきやすいかな。テレビとかなら見るんやけどね、ミュージカル。